おはようございます。今朝は人参ライスを作ってみたいと思います。これから人参をすりおろします。人参は皮付きの方がいいそうです。では、すりおろしていきます。人参がすりおろせました。それにバターとコンソメとお塩と胡椒を混ぜて、あとは炊くだけです。楽しみですね。炊き上がりました。人参の炊き込みご飯。粉チーズとスライスアーモンドとパセリを振って完成です。とてもいい香りです。食べてみます。それではいただいてみます。おいしそう。おいしい。バターの香りと人参の風味と、これはいいですね。とっても簡単にできますので、皆さんもゴールデンウィーク作ってみてはいかがですか？人参ご飯です。人参、人参ピラフっていうのかな？とっても美味しくできました。ね、残りのゴールデンウィーク、皆さん楽しんでください。では、またねー。美味しくできた。